この度は私たち16期生のためにこのように素晴らしい会場で式を挙行していただき誠にありがとうございます。あっという間の2年間、今思い返せばとても充実した日々でした。学院祭、ボーカルライブコンテスト、ウェルカム桜公演、アフレコライブ、卒業公演、そして練習の日々、授業やイベントを共に過ごした仲間たちとは議論しながらも共に高め合い、かけがえのない友情を手にしました。最高の友とこの卒業式を迎えられることが一番の喜びです。オーディションの日々を終えた私たちはこれからそれぞれの道を歩んでいきます。そう、ここはゴールラインではありません。スタートラインなのです。この先必ず大きな壁にぶつかるでしょう。その時はこの仲間たちと過ごした日々を思い出し前に進んでいきます。そして私たちがここまで来られたのは講師や教務の先生方がいてくれたからです。講師の方々は私たちにそれぞれの武器を与えてくださいました。その武器はそれぞれの夢に向かう原動力となり、この先戦うであろうオーディションという名の魔物を倒すための力となります。どうかこれから私たちも活躍を見守っていてください。そしていつかお仕事をご一緒できる日々を楽しみにしております。業務の先生には1年生の頃から挨拶や礼儀、礼節について数え切れないほど叱られ苦い思いをしました。今となればあの説教がなければ今の私たちはないでしょう。本当にありがとうございました。さあ、夢への出発点です。最後に一つ、人生というものは道を歩くときによく似ています。道は前を見て歩いていくもの、しかし前ばかり見ては事故をしたり怪我をしたりします。だからたまには後ろを見たり下を見て安全確認をしてください。そして歩くのに疲れたとき横を見てください。そこにはきっと共に歩いてくれる仲間がいるはずです。そう、みんなはここにいる16期全員で歩いているんです。夢を張って夢に進んでいきましょう。注意して